猪木自身の真相で7500枚出しました。今週は旧猪木でも6500枚出してるので新旧合わせて万枚突破、絶好調嫁です。猪木自身の真相で10万負けました。ずーん、カイロ持って5時間も並んだのに、寒さに震えながら5時間も並んだのに、カタカタカタ、行かなきゃよかった。読者の皆様からいただいたおはがきで成り立っておりますこの企画、タイトルにうまい話とありますが、別に得した話じゃなくても面白い話ならどんどん紹介していくのでふるってご参加ください。まあ元気出せよ。うるせえ、いつも負けてるくせに。って聞いてる。福岡県高木いのちさんのパチスロであったちょっとうまい話。私はトラックの運転手をしており、日曜しか打てません。ああ、スロット台だ。ブロロロ。土曜の閉店前、大好きな吉宗とマッハの回転数を下見し、いつものように携帯のメールに保存していると、お721回転だ、大変だ。ピポパポポチッ。間違えて嫁の携帯へ送信。ピロロロロロロ。うん、ただいま。ガチャ。あ、ねえねえ、なんか変なメールが来てんだけど、721とか656とか、これ何？ギクッ。ナンバーズの数字を忘れないようにさ。なんで私に送るのよ。ちょっと間違えちゃったの。仕方がないので次の日、前日のハマり台の回転数でくじを購入。こういうことのために下見したんじゃねえんだよ。145,400円当たりました。下見聞いてるよ。素敵。4桁だったらもっと良かったのに。1000ハマりとかあればな。回転数にこんな使い方があったとは。14万か、やっぱ宝くじはでかいな。いや、今週私はそれくらい買ってるんだけどね。一人負けてるやつがいて金増えないわけよ。勝ってやるよ、来週超勝ってやるよ、こっち来ちゃう。ほんと。青森県クワシンさんのパチスロであったちょっと恥ずかしい話。コインが切れたので。あ、すいません、コインお願いします。店員を呼んだら違う店の店員だった。すいません、ちょっと様子を探りに来ただけで、私向かいの店のものなんで。あ、そうでした。他店の稼働をお互いに覗き合うことを頭取りと言うんですね。へえ、そんなことするんだ、知らなかったよ。頭取り怖いよ。神奈川県ミリオンゴッド君さんのパチスロであったちょっと恥ずかしい話。朝一で並んでんの俺一人かよ。ガラララララララ。お、開いた。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。店員に総出で迎えられて恥ずかしかった。いらっしゃいませ。うわ大型チェーン店でよくありますよねこれ。マニュアルで決まってるんだろうけど、もうちょいなんとかならんかな。ガチャン、マニュアル人間
もろオートマじゃん。東京都銀皿のタカさんのパチスロであったちょっと悲しい話。大花火の設定6を打っているとき、ブルルルルルル、私だけど、今晩あたりご飯などいかがでしょうか。マジ？好きな子から晩ご飯の誘いが。パパ。迷った挙句ご飯に行ったら、実はですね。ドキドキ。好きです、付き合ってください。ごめんなさい。次の日結果見たら万枚出てたよ。このシチュエーションでもダメなんですか。難しいな、女心はよくわかんないね。難しいのは乙女心と秋の島ってね。はっけおい、秋の空だろ、関取かよ。東京都村上雅宏さんのパチスロであったちょっとかわいそうな話。猪木自身の真相に行った時の話。その日は気温も低く、入り口側は日陰ということもあって、正直全部投げ出して家に帰りたいほど寒さ厳しい並びでした。しかしみんな頑張ったのです。ブルブルブル。話題の寝台を打ちたいがために。しかし店がオープンした時、いらっしゃいませ、1番の方、2番の方、3番の方。なぜか前には6人も人がいたのです。ざわ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 。いやー、前回のイベントの時に優先入場券を配っておりまして、従業員口から入ってもらいました。僕らは座れたからまだ良かったけど、5番だったのに9番、おかしいよ。ちょうど座れなかった5番はテンパってました。かわいそすぎる。チャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。コメントもくれよな。タメ口かよ。